イェトラにキープアユーはい、ということで今日はですね、えー、だいぶ前に、まあ、自分がたどってきたジャンルの話を、ね、したことあったんですけども、えー、中学生から高校らいの時の話かな、えー、の続きを、ね、やっていこうかなと思いますで。あの感じでいくとめちゃめちゃ長くなるので、まあ、今回の動画で完結するように、えー、しようと思ってまして、 え前回の動画が裏腹、えー、系からサロン系に変わるまでの話なので、えー、見てない人は是非そのパート1から見てほしいので下に貼っときますで裏腹系からサロン系の詳しい話その移り変わりの時の詳しい話も動画にしてるので下に貼っときます2つ違う動画があるんですけど、まあ、そこを見た方が分かりやすいかなと思いますでえー、とてつもなく長くなるので なるべく短くジャンルが変わったところだけあのピンポイントで話していくんですけどもあのー、まあジャンルが変わって何が変わったかというとまあそのストリート系しか見てなかったんですけども、まあ、いろんなブランドを調べるようになって、えーまあ、その奈良屋さんっていうピヨシさんの影響でね捨てるものを調べるようになって例えば そそれこそハイブランドでいうラフ・シュモンズとか、まんならさんがよく着てた、ジェレミー・スコットとかね、三原康弘とかうん、なんか本当、日本のブランドも海外のブランドもいろいろなところに興味を持つようになって、えー、行くっていう感じなんですけども、で、大体こういう感じの服としてたのが多分17、18、19ぐらいかな。えー、17歳の時とか、本当にそれこそ今までいうインフルエンサーブランドみたいな。 でまあ、デバイスっていうなお店があって、まあ、奈良さんを広告塔にしてるブランドがあったんですけどポン好きっつってねそういうのも買ったりもしましたしね、えーまあ、そういう時期も僕にもあって、えー、で徐々に、まあ、ストリートブランドとハイブランドを混ぜるようなあファッションになっていくんですけど今のファッションに一番近いのがそこですかねジャンル的には。 で当時はあのー、結構ジャンル分けがはっきりしててストリートブランドとハイブランドを合わせるっていうのは結構なんてうの邪道みたいな感じもありましたしえっ、ー、とーまあそれの影響かなとは思うんですけどまあ、僕の記憶でいけばあのー、ハイブランドとかブランド古着の値段が今よりももっと安かったと思うんですよっていうのも何ていうのかな 今でそれこそちょっと前の買ってもアーカイブとか1年前の着ててもおかしくないっていう感じですけど当時はなんか1年前の着てると型落ちみたいなまだそれ着てんのみたいなね雰囲気もあったんですよ僕の頭の中でね記憶をよみがえらせてみればなのでえっとハイブランドもすごくね定、えー、番で出してるもの以外は値段下がってたので学生でも買える全然値段でしたね、えー、っていう感じで、えー、まあそういうハイブランドとストリートブランドを 合わせるような服装をまあ171819ぐらいですかね、えー、でやってましたもちろん高校生の、えー、まあ高校生でもバイトしたらそれなりに稼げてたので、まあ、全部本当に服に使ってたという感じですねで次がそのジャンルが変わるタイミングがですねえっ、ー、と19ぐらいですかね1920ぐらいの時かに、えー、スケート系に変わるんですけども そのスケート系でもいろんなジャンルがあって、えっと、オールドスケート系っていう、まあ、80年代のヴィンテージの古着を買ってたんですけど、えー、みんなが知ってるところでいえばそのパウエル・ペラルダとかあーサンタクルーズですねサンタクルーズーの古着を、うん、買うようになってその当時のサロン系の服装服か服は全部売っちゃったのでラフシジョンズとか結構持ってたんですけど全部。 ななくなってそのヴィンテージにつぎ込みましたね、えー、で今もねめちゃめちゃ値段高いんですけど当時から結構高くて、えー、とそれこそスラッシャーとかもそうですねスラッシャーとかも 80s のスラッシャーとか今じゃもうもっと高くなってますけど 90s すら高くなってますけどねその当時で 90s がちょっと高くなってきたよねっていう話してたぐらいなので、えー、今ではほんといい値段しますけど、まあ、そういった服装になっていくと。 で、まあ、シュプリームとかも、うん、その時、やっぱスケートブランドなので、来てましたし、現、ま、行、あのやつとうまくこう合わせて着るような時期が、スケートブランドを着た時期がその時かな。20から21ぐらいかな。19、20、21ぐらいが、まあ、大体そんな感じで来てました。で、僕は専門学校は卒業して、まあ、美容学校行ってたんですけど、ね、美容師にはならずアパレルに行って、まあ、某大手セレクショップに、 入るんですが、まあ、そこが一番こうファッションが迷走した時期で、えっと、何で瞑想したかっていうとですね、まあ、こうよく質問とかでもある「そのジャンルが分かりませんとか」とか「何買ったらいいか分かりません」って人とかもいると思うんですけど僕もその時はそんな感じになっててっていうのが僕の場合はあのー、今まで例えば先輩って言っても2個上の先輩とかしか関わらないのが。 その5個上だったり10個上だったりとかもっと偉い人になれば15個ぐらい変わってくるわけじゃないですか年があの働きだしたの、ね、で各それぞれ何ていうかジャンルが違う先輩たちがいて、まあ、みんなかっこいいなと <laughs> 例えば当時全身カラーの人がいたりとかあのー、なんだガーメンツとかニードルつけてるねペンテス系というかそういう年の人がいたりとか まユリウスみたいな着てる人もいてましたしほ、まあ、本当なんかいろんなジャンルの人がいてか自分には何が似合うんだろうなみたいなっていうのがあって一番その時は何に着ていいか分かんなくて、えー、なんかほんとジャンルレスでいろいろ買ってて、まあ、一番今思えば迷走してる時だったなと振り返ってみるとね、えー、思うんですが、まあ、そのジャンルですス,スランプを抜ける時がね来るのが本当そこをやめる。 えーまあ、2年経たないぐらいでやめたんですけどえっと時ぐらいですねっていうのが次がアメカジかなアメカジまあ今でいうルード系、えー、とかですかねでその当時はルード系っていうジャンルもなくてえっとグラインドがそんな感じだったんですよまあキャリーとかクーティーとかも乗ってましたしっていうのでえー、まあだんだんあだんだんというか 徐々にそっち系の感じになっていって初めてその1つのブランドで統一したのがテンダーロインかな全身テンダーロイン着るようになってでまあその影響でまあいろんなアメカジとかそういうブランド WRL とかもいろいろ調べるようになったりとか興味持ったりとかっていうので、えーまあ、そういう服装をするようになりましたなのでえー、っと そうだな、この時期、テンダーロイン期は何歳かなえー、21、22ぐらいから。21、十一の終わりか22の初めぐらいから、だいたい24ぐらいまでかな。24歳ぐらいまで、そんな時期でしたね。で、えっ、ー、とー、まあ、 まあいろんなところを働いて、えー、まあそういうルート今でいうルード系みたいなところのお店でも働いたことあるんですけど、えー、まあ、普通の仕事をに、まあ、ちょっとアパレル辞めて戻って、でそのタイミングで、なんか、またジャンルが変わったんですけど、で、その変わったきっかけが、またね、あそのアメリカ人から変わったきっかけが、カニウイストかな、カニウストが、 それこそパイレックスとかが出てきたタイミングぐらいでほうほうやっぱり今で言うそのラグジュアリーストリートっていう名前に出ましたけどその時そういう名前なくてそのジバンシーとかとまあその何ていうのかなそのストリートのブランドとかを合わせるような感じそれこそアエサプロキーとかもそうですけど、まあ、そういった服装が出てきてなんかその元々が裏ラ系からそういうところとかもうまく合わせてきてたので 自分に一番こう合うじゃないかなと。でこう年がこう変わっていって大人になればそういうストリートブランドとかって着なくなると思ってたんですよ。あのどんどん綺麗な服装になっていくんだろうなと思ってたんですけど全然変わんなくて僕の場合はね、まあ、今も変わってないですけどなのであのー、もう一回また戻ったっていう感じですね。でえー、とー まあ、今もだからえもう5年ぐらい前か5年6年ぐらい前から、えー、ジャンル的にはあんまり変わってないっていう感じでただいろんなところを掘り下げていった結果が、まあ、こんなふうになるんですけどもでえー、と、まあ、なんでこういうふうなディ,ディレクターショップのディレクターまでなったかっていうと、えーまあ、そこから、えーとまあ、自分が欲しいものが。 海外しかないとかっていうことに気づきだしてですねで自分でえっ、ー、と輸入して個人のアカウントで販売してたことがあってでそれをあのダグアウトのねミートさんが見てくれててでまあ僕もなんかアパレルやりたいけどまあもちろん生活のこともあるし まあ、アパレルじゃ食っていけないって分かってたんであのまあ自分がお見せしたいっていうのはねずっと夢だったんですけど何かしらしないと多分できないだろうなと一生この感じで終わっちゃうだろうなと思ったんで YouTube してみようと思ったのが、まあ、その YouTube した一つのきっかけなんですけどで YouTube して、まあ、1年ぐらいでパッて増えたんでまあお声をかけてもらって、えーまあ、ディレクションっていう感じで。 まあ今に至るっていう感じですかね。ということで、えっと、なるべくこう話をまとめないといけない、ジャンル的にまとめないといけないと思って、結構ジャンルの説明ばっかりしましたけど、ほんとなんか、あのー、ストリートから、ハイブランドから、ハイブランド見たりとか、あアメリカジ行ったりとか、ほんとにいろいろ古着とかね、全部回った結果、なんか、 うまい具合にこう全部リンクして、こう今の感じがあったりとか、そのいろんなジャンルを回ってきたからこそ分かることとかもあるので、まあそれはそれでよかったのかなと、個人的にはまあ思ってますし、ま YouTube もね、していろんな人に知り合えたんで、まあよかったかなと思ってますという虎にきのうーんジャンルですね、今までハマったジャンルを。 えーまあ、解説してみたという動画でございました。ということで、ちょっとね、ざっくりになっちゃいましたけど、まあ、こんな感じです。なので、まあ、皆さんもね、こうおしゃれ迷子になる時あると思うんですけども、まあ、自分の、ね、体型だったりとか、いろんなものに、えー、似合うものっていうのは絶対あると思うので、ぜひね、掘り下げることをやめないでください。ということで、今日は動画終わります。ボーイ